ロリコンチョ松本です。ロリコンチョ平です。いや、なんでもないです。あ、ガオ。あ、ということで、エディのね、知ってるつもり。はい、インあるあるシティです。あるあるシティですね。今日はね、仮面ライダーブラックやってもらおうと思ってます。はい、みんな大好きブラックですね。ということでね、もうスタンバってますんで。お、早速行きましょう。はい。エディの知ってるつもり。エディです。はい、今日はいつも通り仮面ライダーの変身シーンなんだけども、今日はね、仮面ライダーブラックで。ブラックですね、打ってたんですけど、変身はちょっと別で。あ、でもほら、二階堂さんも一回やってるから、視聴者の皆さんにまず正解はこちら。ということでやってもらいましょう。ミカさん、はい、まあ頑張っていただきたいし、コタロさんというかね、倉田さんはやっぱ我々大ファンじゃないですか。そうですね。なのでね、やっぱ下手なこと伝えるとちょっと切れるかも。世代ですからね、僕らね、ブラックでね、行きましょう。では早速。はい、はい、どうぞ。シンプルですね。いや、シンプルではない。あ、マジですか。うん。でも俺ブラックって言うとしましょう。もう入ってきてあれみたいな。言っても昭和ライダーやからね。アマゾンじゃないか、それ。そう、アマゾンじゃ。昭和ライダーやから。昭和ライダーの、昭和ライダーは変身がね、結構ポーズが多い。ブラックですね。ちょっとヒントもらえますか。1号2号とか3号とか、うん、あの辺の流れなんで。あ、そうね、1号2号3号をなんか足したみたいな感じ。3号っていうか V3 ね。1号2号 V3 を足したような感じ。仮面ライダーブラック変身。そう、なんすか、そう、シューって何。そう、シューって何それ。シュー、オーラが最終的に漏れ出す的な感じやろ。オーラが、あー、そういうことね。そういうこと、まあ、言ってくれたら編集でつけるけどさ、それ、シューは。シューって言う。違うね、全然違うね。最初のポーズと最後だけ。あ、そうです。うん、最初はまあ、動きはちょっとで、ね、で最後これ見ましたよね、これやってるところ。前の動画で、これからスタートですね。うん、で最後逆、あ、こうか。そう。ちょっと待って、そのファイティングポーズを取れって言ってない。じゃないですね。ファイティングポーズじゃなくて。はい、ちょっとやって、はい、はい、まあいいや、やってみよう。そんな最後、そんな。なんでフュージョンみたいになったの、それ。なぜ最後。それ何、一生懸命もやったんですよ。ちょっと違う感じだね。限界やな。1号、2号、うん、3号、まあまあ、1号はでも前習ったやろ。1号は分かるやろ。仮面ライダー変身。いや、そう、最後それ何。もうこれダメだ、学習能力がなさすぎるね。これ前一回やったのにさ、やばいな。本当やばい。ちょ、じゃあ2号は2号。いや、2号、2号。めちゃくちゃ。2号。ちょっと覚えてないですね。なんで V3 やりましたか。やったよ。V3、エディオリジナルのやつ覚えてます。何エディオリジナルって。ベルタースみたいに言うなよ。よし、じゃあ、ちょっともう最後、はい、最後ね。最後。はい、最後ブラック。ビシッと決めて、もうブラック。はい。はい、どうしていいか分からないようになったよ、もう。残念、もう全然違うね。動画がね、公開されてから見てください。正解は了解です。はい、で勉強しとってね、ちゃんとね。はい、また降ってくる。はい、ということで、 ありがとうございました。やっぱダメでしたね。はい、ということで、今回も残念でした。はい、残念です。はい、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。スマホ、タブレットでも